つまり よし。だけど、おい。な。すまん。おい。うわっ。構わない。違うぞ。な。あのさ。大丈夫か？ムカつく。問題ない。メディナ！でも。ねえ。あれはメディナじゃないか。でも。あ？メディナ？どうして裸足なんだ？さすが、かのオルティナノスケのご息女は、いでたちからして我らとは違いますな。あまり言ってやるな。本人の耳に入ったら、何をされるか分かったものではない。さ、行こうか。あれは、メディナと同じクラスの奴らだな。メディナの靴がないのは、あいつ…ダメだ。やっぱり見過ごせない。メディナ、メディナ、俺だよ、キリトだ。なんだ、お前か。やっぱりいつもより覇気がないな。なんでだろう。あと、それどころじゃない。メディナ、その、どうして裸足なんだ。さあな。あの生徒たちがやったのか。以前、私に構うなと言ったはずだが。そんな状況じゃないだろう。靴はどうしたんだ。もしかして盗まれたのか。盗みは禁忌目録で禁止されているであろう。それは知ってるよ。でもあいつらの仕業なのは間違いないんだな。やっぱりそうか。でも盗みが禁止されているなら、いや、それ以前になぜメディナがこんなことの標的になっているのかが俺お前は本当に何も知らないのだな。禁忌目録で禁じられている盗みとは、他人の所有物を無断で自らに所属させることだ。他人のものを持ち歩くか自宅に置くかしてから24時間が経てば所有権が移動して盗みとなる。逆に言えば24時間以内に返却するのであれば、他人の所有物をどこに持ち出そうが禁忌違反にはならない。じゃああいつらはその仕組みを利用して禁忌に触れずにメディナの靴を隠したってわけなのか。禁忌目録に違反しなければ何をしてもいいっていうのか。奴らに言わせれば、そこにあったものを少々移動しただけだということだろう。
仕組みは理解したよ。でもそれは私が、いや、オルティナノスケが欠陥品だからだ。欠陥品？どういう意味だ？どういうも何もそのままの意味だ。これは私が生まれる前のことだから、父から聞いた話なのだがな、オルティナノスケはもともとは一等爵家であり、武官として高い評価を受けた一族だった。しかしある日、最高司祭様は我ら一族を欠陥品と呼び、二等爵家への降格を命じた。最高司祭っていうのは小売協会の一番偉い人だろ。その最高司祭の怒りを買ったということか。怒りを買ったなら降格どころでは済まないだろう。ともかくそういうことがあったのだ。最高司祭の気まぐれなのか、それとも何か思惑があったのか。欠陥品という認識があるために、他の貴族たちはオルティナノスケには何をしてもいいと考えている。皇帝も同じだ。オルティナノスケにわざと辺境の貧しい狩猟地を与えて、他の仕事に就くことは許さない。二等爵士とは名ばかりの貧しい暮らしだ。六等爵士どころか平民の方がまだマシかもしれないな。最高司祭の一言が原因でそんなひどい扱いをされているっていうのか。ああ、今のままではオルティナノスケの私に待つ未来はろくなものではない。だから私は必ずや大きな武勲を立てて最高司祭様に認めてもらう。そしてオルティナノスケ、父の汚名を注いでみせる。このもう二度と欠陥品などと呼ばせないために。片見、メディナのお父さん亡くなったのか。はあ、私の父はどんなに罵られ恥ずかしめを受けようとも誇りを失わない人だった。オルティナノスケは強く正しく誇りを失わない。それが家訓であり、私が父から受け継ぎし信条だ。そうか、だからメディナは一人で強くなったり武勲を立てることに執着していたのか。この話を聞いた以上は放ってはおけないな。迷惑がられるかもしれないが、メディナの力になりたいよ。ああ、迷惑だ。まあそう言わずにさ、まずは手分けして靴を探しに行こう。お前には関係ないだろ。それに24時間経てば靴は戻ってくるのだ。もう気は済んだだろう。私は行くぞ。あ、ちょっと待てよ。行っちゃったな。今の俺にできることはあまりないかもしれないけど、なんとかしてあげたいな。ああ、もうムカつく、ムカつく、ムカつく、ムカつく。あいつ何の関係もないのになぜオルティナノスケである私に関わってくる。面倒だ、目障りだ、迷惑だ。何より私はどうしてそんな奴に話してしまったんだろう。関係ないのに。やあ、メディナ。どうも。私に何の用ですか。何の用とは釣れないな。君と私は愛し合う仲じゃないか。要件は手短にお願いします。なんだその口の聞き方は。将来の夫に対して礼節を欠くとは思わないのか。申し訳ありません。謝るしかできないのか。さすがは無能な欠陥品、オルティナノスケの一族だな。まあいい、お前は私より入学試験の成績も随分下だった。入学して以来の成績も随分と私に劣っている。自分よりも劣った者に対しては情けをかけなくてはな。なんだその目は。いえ、私は何も。私に逆らう気ならば縁談は白紙だぞ。どうせお前程度の実力では学院を出た後行く先などない。
オルティナノスケの人間を皇帝が騎士団に迎え入れることなどありえない。また信用ならない欠陥品に近衛兵の任務をお与えになるとも思えん。しかし聖望騎士になれば使えるのは最高司祭様となり皇帝陛下ではありません。何がおかしいのですか。なぜお前のような欠陥品が首席で学院を卒業し四帝国統一大会で優勝できると考えている。冗談も大概にしろ。お前にそんな実力があるはずもない。お前もバカな父親と同じようにあの貧しい資料地で一生を終えるのがせいぜいの行く末だ。お前とオルティナノスケの未来は私の手に握られている。逆らわない方が身のためだぞ。さて少しお前に頼みたいことがあるのだが聞いてもらえるだろうか。ここは学院です。それに私にはやるべき課題があって。いいのか。拒絶するなら婚約は破棄する。未来の妻として当然の義務だろう。いつも通り従順に振る舞えばいい。分かっているな。はい。ムカつく。そう、お前は私に黙って従っていればいい。それが欠陥品にふさわしい役目なのだから。我らを疑っているのか。では我が息子とあなたの縁談をなしにしてもよいのですぞ。許す者か。いつか必ずお前たちを。父上、私は負けない。必ずや我がオルティナノスケの汚名を注ぎ名誉を取り戻してみせる。私と一族の未来、そしてそれにしても法学の授業の試験勉強って大変すぎないか。禁忌目録だけで1000を超える禁止事項があるのに、その上帝国基本法まで覚えなくちゃいけないなんてさ。キリトは記憶喪失で禁忌目録の項目を全部覚えていないから余計にしんどいよね。そうなんだよ、笑い事じゃないぜ。それからこの上級法を優先せよって決まりはともかく厄介だよな。うん、もちろん禁忌目録は上で帝国基本法がその次だから分かりやすくはあるんだけど、たまに似たような法律が重なった場合だとかを想定した引っ掛け問題があるからね。法の序列としては禁忌目録、それから帝国基本法、その下に学院則とかの掟があるってわけか。貴族採決権は五等爵士、六等爵士の貴族、それから私領地民に何でも命じることができるって法だけどさ、貴族採決権は帝国基本法の中にある法律、つまり禁忌目録の方が上級法として優先されるってことだよな。確かにそうなるけど、それがどうかしたの？いやだから人を罰するにせよ貴族採決権にも一応限界が設けられてるんだなと思ってさ。それでも恐ろしいよ。集権学院を退学だとか学院の外周を走り続けろなんて命じられたらどうする？なるほど、
上位貴族の奴らはいくらでも法の抜け穴をかいくぐれるってことだよな。今友情が挙げたようなものならばまだ可愛いものだ。きっとやる気になれば貴族はもっと残酷なことをできる。言いがかりだっていくらでもつけられるし、貴族には今後やっぱり注意すべきだな。キリト、ぼーっとしているようだけど、そろそろ勉強に戻った方が良くないかい？ああ、悪い友情。そうだな、また。今日もセントリアは賑わっているな。たまには普段行かないような店も覗いてみるか。お、この食べ物。なるほど、そういえば学院で見つけた猫、まだあそこに住み着いているなら腹を空かせているかもな。せっかくだし餌を買っていってやるか。前に見たのはこの辺りのはずだけど、いないな。もう学院の敷地からは出て行っちゃったのかもな。餌は無駄になっちゃったけど仕方ない。ふざけるな。この声、まさかこの私に反論する気か？そういうわけでは。ではなぜ断る？ただ今は都合が悪いだけで。言い訳をするな。お前ごときが欠陥品のくせにこの私に逆らうとは生意気だ。おい、あんた。お前は以前メリナといた男か？悪いけど目の前で友人が叩かれるのを黙って見過ごすなんてことはできない。ちっ、まあいいだろう。だがお前が私の邪魔をしたことは忘れない。大丈夫かメディナ？余計なこと。あのまま見過ごすことはできないって。このままではまた頬を痛むか。治療が必要なら。触るな。ごめん。本当に大丈夫なのかメディナ？て気にするな、平気だ。では私は行く。おいメディナ。普段は勝ち気なメディナがあんな風になるなんて。やあリーナ先輩。だが、なるほど、そうだ。それとよし。え？ん？ありがとうございます。キリト、だいぶ上達したな。カス、いえ、先輩みたいにうまく受け流すまでにはなかなか。使いこなせるに越したことはないが、問題はないさ。
キリトの剣は私以上に攻めの剣だ。攻撃の力を伸ばしていくことがさらなる上達への近道だろう。剣を交えるたび、お前のアインクラッド流は進化していく。さらに進化しないといけませんね。リーナ先輩をもっと驚かせるために少し休憩してからまた再開しようか。わかりました。お前も飲むか。水なしでは干からびてしまうぞ。ありがとうございます。お前とはもう半年以上の付き合いになるな。ねえ、なんだかあっという間でした。それでもお前は変わったぞ。入学試験の時より顔だ。あの、リーナ先輩。なんだ。なぜ先輩は俺をそば好きに選んでくれたのですか。それはお前の剣、アインクラッド流の剣風に我が流派セルルト流に似たものを感じたからだ。つまりアインクラッド流が実戦向きの剣術だからですか。ああ、だが我がセルルト流もキリトの剣に比べればまだ硬いことをお前と剣を交えて思い知ったよ。そしてお前は入学試験で試験官と、実はお前をそば好きに指名するにあたっては慣習破り。ああ、貴族の子女がそば好き練習を選ぶときはそんな慣習があるのだよ。私がお前を指名したときは知りませんでした。それでも私はお前の剣のすべてを知り。リーナ先輩、話しすぎてしまったな。今度の検定試験は3回目。油断せず対策を行って勝ち進むことだ。このまま実力を磨けばお前とユージオは昇級試験で。はい、